あれだけ素晴らしい手順でも上がりが来ない、苦しい状況です。ふざけてるのかな。でも中田さんがあのリーチを敢行してなければ、はい、フィールド打ちづらくなってやめちゃうとかもあったと思う。あ、確かに確かに、はい、やっぱ一つ一つやっぱ選手の選択が良かったっていうのもありますね。そう、いや、そうですね、本当に素晴らしい選択ですね、うん。なんかもうリーチはリーチっていうところで私も割り切っちゃってましたけど、確かになんかもうピンズもうすごいできてるんですけど、すっあ、でも高宮もドラ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 でナンバレなんといつですよ。いや、これはぶつかるな、今度はぶつかる、これは勝俣いわゆる相手よりいい手で相手もいいパターンのやつかもしれない。直撃チャンスだぞ。ちょっといいじゃなく、いい対いいですね、うん、いい対いいで高宮もめっちゃいいシャンテンですって。しかもなんか どうにでもなりそうな手ですもんね、柔軟で。ちょっと勝俣今ね少し雰囲気が違う。初めて見たな、僕初めて見ました、この選手のもらったっていう顔してます。これそんな顔しました。なんていうのかな、顔やそのいわゆる佇まい、うん、佇まいがもらった佇まいになってます。これ初めて見た。決め手だなっていうことですよね。で、決め手だな、かつ決まったなって思ってる、うん、初めて見たこの雰囲気、知らなかった、出た。長年勝俣を見てた日吉さんでも、はい、初めて見た、見ましたね。これで連勝きたなっていう全体的なオーラを感じる。実際かなり勝負手なんで、うん、圧倒的ですもんね、スピードも今は。確かに、まあ、4対1なんでね、高宮さんがこの後今の段階だったら難はなくと思うんで、いや、でも来てますよ。あ、いいシャンテン、いや、レアシャンテンですね、ジャントがなしか、レアシャンテン、はい、いや、でも永田さんも大チャンス、これはある、ある、ある。手は進まない。これ、どうなんでしょう、4800点差で例えば3万チーみたいなのあるんですか、勝俣は。いや、この手はね、はい、3万チーした方が上がり率が高いのかって言われると難しいと思うんですよね。なるほど、選択があると思うんで、これはそのままイーシャン、まあ、あの2と8は変えましたけど、これぐらいいいとイーシャンテンからイーシャンテンになる泣きっていうのは勝俣さんはあんまりしないんじゃないかなと思いますね。地面が早かったんでね、イーシャンテン取らずだ。おお、取らず、早かったですね。もう決めてましたよね。5667って形でいい形も作れるし、5673色もあるし、うわ、引かないっすね、引かない、まあ、確かにもうね、受け入れる場所がかなり限定をされていますが、全くいいパイが来ません。さあ、そして高宮得意のチートイツに向かうか、先ほど親番では水原から、うわー、絶好だよこれは。ローソー残しビタハマリ来たか、今おそらく唱えてますね、はい、心の中でビースト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 と、これは攻める手だぞってなってますね、はい、非常に柔軟なね、リャンマンスーマン落としからの自分自信を持っていけるんじゃないですか。はい、自分自身に攻めろ攻めろ中田と言い聞かせる、これは素晴らしい換算万払いから、勝俣何も引かない。次のチームはもうなくかもしれないですね。なるほど、もうチーピンを2枚切れてて、あそこが残ってるのもかなり窮屈だと思うんですよね。うわ、5、6、7、3色もあるけど難しい、チーピン2枚見えてるんですよね。チーピン2枚見えてますね、スッチソーが0です、あ、ごめんなさい、ウッパーソー、パーソー1枚見えてるだけ。ローピン切ると全部保留です、テンポを逃すけどウッパーソー引いても高くなって帰ってくる可能性もありますからね。コロさん、おすすめお願いします。いや、おすすめはこのままウッピン切るのがいいんじゃないかなと思います。僕もウッピン切りたくなってしまう。ローソーか、これもいいと思います、これも保留できてるんで、やっぱスッチーピンが弱いっていう判断だと思うんですよね。なるほど、そこだけにはちょっと頼れないよねと、はい、ウッパーソーウッパーマのイーシャンテンにしつつ、スッチーピン先引くようならいろいろなルートがまた出てくる、はい、この手のいいところはペーっていうあんこは、はい、あんこでも頭でも使えるようになるんで、A、この選択ができますね。スッチーピンのローピンが頭候補じゃないよっていうのもできるんで、うわ、引いたよ、これはね、あの嬉しい方です。決めきれなかったと思うんですよね、スッチーピンには。我々ウーピンチーピン泣きながら捨ててますね、はい、もうごめんチーピンはやめて、ね、これ勝俣があんまりもたすくようだと
先輩だけどこれはなペンチーピンはあまりにもしかも役もないけど一応取ったチパーマチーだ何の後付けですね何はまだ水原さんが1枚持ってるだけだけどあの何で来るぞすっごいの来るよこれなーにいたか泣きましたね確定ウーマン何枚目ですかまだ1枚目どうでしょうかこのさんこれはこの親が流れてしまうのも嫌ですよねっていうもう中盤だからっていう最後の選択ですよねまあ高宮の仕掛けが入った以上あーこれは数ピン9ピン積もり3個高いっすよで数ピンだとあの出上がりもできますね、はい、イーペーコで取れますねはい9ピンだと出上がることができますあ9ピンはいずれにしても山にパーソはいこれはまあ全然しょうがないですね高宮さんもはい2900ですね3色赤ですね、うん、ごめんなさいあごめんなさい、はい、2900は3200、はい3色赤2900の一本場3200の上がりです親の中田です一つ上がりいやでも結局最後は仕掛けての上がりにはなりましたが換算万払い、はい、かなりこうやっぱりビーストしてん